じゃあ始めますか。まあ、カズさんがじゃあ席に着いたら、大丈夫です。席に着いたらね、始めます。ちょっと研究会の方です。研究会あ、ね。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。主催してくれたカズ社長、ありがとうございます。じゃあ今日は、東京の田園調布でいいんですよね、ここね。田園調布で講演会です。よろしくお願いいたしまーす。じゃあ自己紹介ね。斉藤一人特別賞鈴木達也でーす。改めましてよろしくお願いしまーす。嬉しいでーす。ありがとうございまーす。いやいや、素晴らしい。いや、なんか超満員で、東京ドーム。いや、嬉しいです。あ、金屏風、ほんとありがとうございますね、カズ社長ね。いや、嬉しいです。もうね、カズさんの自腹で出してくれたそうだね。領収書ない。あ、領収書、あ、うちの事務所嬉しいですね。ありがとうございます。いや、あのね、まあ、初めましての人もね、何回も来てくれてる人もいると思うんですけど、私の講演会ですね、楽しいが8割で、ためになる2割ですからね。そのつもりで聞いてくださいね。俺が楽なんでね。そう、それで、いや、これもちゃんと理由があるのよ。普通、講演会って言うと、なんかつまん、あ、こんなこと言っちゃう。なんかさ、普通にお勉強しに行くって感覚じゃないですか。なんか講演会って言うと、じゃあまあ特にほら精神論とかって、すごい真面目な感じのお話を聞きに行くみたいなイメージあるじゃないですか。俺も一人さんもね、それがすっごい嫌なのよ。特に勉強大っ嫌いだから。そう、だから、ひとりさんがね、いつも言うんだけど、達也の講演会は、ためになる本当に2割でいいんだぞって、あったら楽しい8割にしなって言って、で、ひとりさん自身もね、あんまりなんかなんていう、堅苦しいのはすごい苦手。そう、だから、もう我々はね、よく聞かれるのよ、ひとりさんの会話っていつもどんな感じなんですかって言うと、みんなね、結構本に載ってるような内容の会話ずっとしてると思ってるの、ひとりさんが。ね、間違いです。いや、あれは、ちゃんと本っていうのは、凝縮して、ちゃんとこの夏質問に対して答えるみたいなのもあるから、まあ、ちゃんとほら、ひとりさんが真剣に答えてるっていう感じなんだけど、我々の普段の会話はですね、99% どうでもいいから。まあ、それでも、なんかなんか楽しく会話してたら、すごくなんかやっぱひとりさん普段の言葉でもすごいいいこと言うのよ。ちょっとしたことで。そうだから、なんかすごい長いことじゃなくて、ちょっとした一言がね、すごいなんか心に刺さったりするのね。じゃあその心に刺さったことを教えてくださいって言われるんだけど、忘れます。いや、なんかね、あ、今すごいいいこと言ったなって思うんだけど、なんか、ね、一瞬にして忘れるね。そうだから。まあその中で、一応覚えてるお話だけ、厳選してね、お話したいと思います。でね、最初に、俺のどうでもいい話から始まるんだけど、ただね、不思議なんだけど、このなんか、なんつう、くだらないシリーズって俺は呼んでるのね。このくだらないシリーズ講演会の最初に言ってるんですよ。一応、達也くんの自己紹介も兼ねてね、言ってるんだけど、なんかどういうわけかね、これがめちゃめちゃ人気あんのよ。そして、すごいな、くだらない、なんつう、シリーズだけの講演会ってないんですかって言ったけど、ひとりさん直伝じゃなくて、だから、まあ、それはね、それで大切なことだと思うんだけど、でね、最近ちょっと、この間ね、3月で、日本一周全部終わったのよ、講演会ね、47都道府県ね、おかげさまで。いや、皆さんのおかげでございます、本当に。いや、それでね、いや、原点回帰も含めて、ちょっと昔話してた話をね、ちょっとしようかなと思って。で、結構最近そのくだらないシリーズのリクエストくんのよ。話してください。だから3つとか4つか言われる。それ話したら講演会終わっちゃうもんね。だから、その中の1個くらい話してんだけど、いやー、どうしようかなと思って、じゃあ今日はね、混浴露天風呂の話をしたいと思います。でね、初めて聞く人は初めてだろうし、何回もね、YouTube とかで聞いたことある人もいると思うんだけど、昔話したからね。昔、ひとりさんのお弟子さん、今の社長たちね、社長たちが、やっぱりひとりさんのお弟子さんってやっぱ喋れるようになんないとね、みたいな話があって、各社長たちがそれぞれのところで講演会やってたのよ。で、俺もその時ってカズ社長と同じように、特約店とか取扱店さんやってたのね。で、ほら、社長がやるっていうか、じゃあ講演会聞きに行こうって仲間内で、みんなで出かけたわけ。そしたら、なんかすごい、早く着きそうになっちゃった時間が。で、これちょっと時間早いし、なんかちょっとお昼でも食べようって話になったんだけど、なんか、福島かなんかで講演会があったんだけど、行く途中の道がね、ほんとにすっごい山ん中なの。で、
な、ほんとお昼食べるようなとこ何もないわけよ。で、これ参ったね、みたいな話で、じゃあどうしようって言ったら、一軒だけなんかね、ちょっと旅館みたいなのがあったのね。で、旅館みたいのがあって、なんかここでランチできるんじゃないのみたいな話になって、じゃあここで入ろうって言ったら、やっぱりランチやってて、で、そこで旅館でランチ食べられて、なんかあゆかなんかの定食だったんだけど、で、それは美味しく食べられてよ。でも、まだすごい時間があるわけ。で、ちょっと暇そうにしてたのね。そしたら、そこのね、なんか、多分社長っていうか旅館の主人だと思うんだけど、なんか俺のこと名指しで呼ぶわけよ。お兄さんとかって、お兄さんとか手招きするわけ。で、何ですかって言ったら、いや、お兄さんってさ、ってうちのお風呂って入ったことあるって言う、いよいよ初めてだからね、全くないですよって言ったら、いや、うちのお風呂ね、すんごいいいぞーとかってわけ。もうめちゃくちゃいいぞーとか、何回も言うのよ。で、俺も温泉好きだから、そんなにね、なんか社長が言うんだったらさ、なんかね、そんなに勧められたらやっぱり温泉好きとしては一回入ってみたいじゃん。どんなにいい泉質なのかなって思うでしょ。で、じゃあ、ほら、なんか、日帰りのね、お金払って、で、そのね、じゃあ、旅館のね、その、ちょっと外にあって、うちのお風呂はちょっと離れみたいなところになってて、そこに小屋みたいがあって、ちょっと半露天風呂みたいな感じになってるから、ちょっと歩いて行ってねって、そこでタオルとあれを借りて行きました。で、その社長に言われたんだけど、男湯は大浴場しか書いてないから気をつけてねって言われて、で、女湯はちゃんと女湯って書いてあるから、男湯って書いてないから気をつけないよって言われて、あ、そうなんだと思って別に何もこう気にしないで普通に行ったの。で、大浴場って書いてあって、ああ、ここだと思って、で、ほら、古い、なんて建物だから、引き戸になってるわけ。で、その引き戸をね、ガラガラガラって開けたの。開けた瞬間に目の前にすっぱだかの女の人がいるわけよ。いや、ほんと一心まとわぬ姿だよ。で、俺すっごいびっくりしちゃって、わーって言っちゃったの。だって、みんなだってどう、いきなりさ、扉開けた瞬間に目の前にすっぱだかの人がいたらさ、叫ぶよね。叫ぶか、思考停止状態になると思う。で、俺なんかわーとかって言っちゃって、で、だすいませんって、一応ほらなんかね、失礼だからさ、いや、俺が自分で間違ったと思って、で、いや、すいませんとかって、で、でもその引き戸をね、もう一回閉めちゃって、で、いや、上見た大浴場って書いてあるし、いや、俺なんか聞き間違えたかなと、一回なんかその宿の主人にもう一回聞きに行こうと思ったっていうか、まあ半分文句言ってやろうと思ったんだけど、なんかね、で、引き返したのね。そしたら、後ろからこう引き戸が開く音がしたのよ。ガラガラガラって。そしたら、その女の人がね、そのすっぱだかの女の人が、いや、お兄さんって、お兄さんはこっちでいいんだよって、その女の人が裸のまま外出てきちゃったのよ。すっぱだかでだよ。で、いや、なんか、ええと思ったんだけど、で、そしたらその裸の女の人がガシって俺の手を掴むわけ。で、お兄さんこっちでいいんだよとかって言って、俺なんかそのまま連れて行かれちゃうわけ、その女の人に。で、なんていう、その手引かれて連れて行かれるんだけど、なんか目の前にはなんか裸の女の人のお尻があるわけよ。でさ、俺なんかそれを見ながら、何か、なんかなんつう、もうああいう時って何も考えられないのね。何かがおかしいも何もなくて、なんかただひたすら、なんか脱力された人間が連れて行かれるみたいな。で、なんか俺なんかもうなんてそこで何も考えられなくて、で、さらにね、驚いたことに、そのね、まあ、その人に連れて行かれる、男の人が、お兄さんこっちでいいんだよみたいな感じでずっと言われて連れて行かれました。中入ったらほんとそこのお風呂って、なんと天然のね、岩場をくり抜いたような、ほんと学校のプールぐらいの広さあんのよ。で、めちゃめちゃ広いのよ。で、さらに驚いたのは、そのね、女の人の友達と思われる人たちが、もう2、30人いるわけ、中に。すごいいっぱいいるだろうね。でね、俺何かあれって、本当にここでいいのかなと思って。で、さらにね、一応ね、着替えるところ、一応天然の岩場くり抜いてあるんだけど、一応脱衣所っていうか、脱衣場みたいがあるの。でね、その脱衣場がまたすごいのが、一応なんか、なんつう、カゴみたいにこうやって置いてあるわけ、やっぱ、なんつう、ああいうお風呂だからさ。で、カゴが置いてあるんだけど、なんかね、仕切りが何にもないのよ。だからなんつう、そこはみんなの目の前で着替える感じなんだけど、一応、なんか目隠しみたいな、これ、ついたてはこういうね、こんな立派なついたてじゃないけど、あったのよ、ついたてが。どれぐらいのついてたか、ついたてかっていうと、膝の高さまでしかないの。じゃ、これさ、俺がいろいろ考えて、これしゃがんで着替えるのかなとかさ、寝っ転がるのかなとかって、いろいろ考えたんだけど、どう考えてもね、もう着替えをなんかそこでするしかないのよ。で、もうなんかそこで、なんかね、俺変な男気みたいなのが出ちゃったの。なんか、もうここまで来たら、これで入んなかったらなんか男じゃねえみたいな、変な男気が出ちゃって、もうなんかもういいやと思って全部そのまま抜いちゃって。そう。で
でね、すごかったのが、普通ほらみんな温泉って言うと、無色透明って思うでしょ？あのね、あ、無色透明って思う、無色透明って思う。無色透明って思って、もうさっきに言っちゃって。じゃあ、逆。色付きだって思うじゃん。なんかさ、白く濁ってたり、ちょっと茶色っぽかったりとかって思うでしょ？あの、無色透明なのよ。だからほんとすごいクリアな色。だからもう全然透明度高いのね。で、いや、俺それもまたさらにびっくりしたわけ。でね、あの、いや、足入った瞬間に、いや、まあいいやと思って、とりあえず入ってね、あの、ちょっとしたらあの人たち先に入ってるから出るだろうと思ったわけ。で、入ったすごいぬるいのよ。多分、あの、要は加水も温度もなんか上げてないで、ほんと天然のまま出てる温度なのよ。で、そしたら、結構ぬるいのよ。すごいぬるい。そう、すごいぬるくて、いや、これ、風邪ひくんじゃねえのって思うぐらいぬるかったの。だけど、温泉ってほんとすごいね。あのね、入って、ちょっと10分ぐらいだったとしたと思うんだけど、したらなんか心臓がね、口から出るぐらいバックンバックンしてきちゃうの。いや、こんなすごいんだと思って。でもさらになんかその中に入って驚いたのは、やっぱそのさっきも言ったようにプールぐらい結構広いのよ。すごい広くて、中がやっぱなんて広いから泳いでる人いるわけ。で、その女の人たちが周りいっぱい泳いでるのよ。でね、そう、すごい、もうね、世の中女性の時代ですよ、本当に。本当に。いやいや、あのね、泳いでるの女性しかいないからね。本当に。で、男の人も何人かいたのよ。いたんだけど、じゃあその男の人たち何やってたんですかって、男の人たちはみんな端っこの方に寄って、なんかね、天井見たりとか、後ろ見たりとか、なんか遠い目をしてた。で、俺がその人たちを見て、わかりますよ、とか。お気持ちは。でさ、しかも、みんなね、ちょっと想像してもらいたいんだけど、ああいうお風呂の中で、広いお風呂で泳ぐときって何泳ぎします？バタフライ？クロール？そういう泳ぎ方しないよね。普通、平泳ぎじゃない？平泳ぎだよね。平泳ぎの格好って知ってる？あのさ、まだ、こっちに泳いでくるときはまだいいよ。だから向こうに泳いでく人がいるのよ。でね、向こうに泳いでく人のね、あの姿形はなんか、全部丸見えだ。俺はそれ見て、すごい光景です、ここは。よく考えた。天国かもわからんが、地獄かもわからんが。いや、本当に。いや、それで、いや、すごいなって思ってたんだけど、いや、それでね、その入ってて、さらにね、驚いたのは、やっぱりその女性の友達、まだ友達がいて、やっぱ恥ずかしいって言って、女の方に行った人もいたわけ。だけど、そのなんか、こっちおいでよみたいな感じになって、こう何人か連れてこられちゃったわけ、無理やり。そう。しかも、すごいな、連れて行くときみんな裸でそのまま行っちゃうからね。でね、すごい。で、そしたらさ、やっぱ中には、なんつうの、何十人もいるか恥ずかしいと思ってる人いるんじゃない？やっぱりさ、自分の裸はね、いきなりさ、外に堂々とね、出せる人はいいけど、やっぱ恥ずかしいと思って、でも一応ほら、タオルとかで隠すんだよね。だけど、ああいうとこの温泉のタオルってさ、なんつうバスタオル入れらんないから、なんつう普通のほら、ちっちゃいフェイスタオルをここにくっつけてくるわけよ。お湯で。で、しかも白いから、なんかある意味裸より赤に感じになっちゃってさ、それを、で、後ろだからもちろん隠せないんだよ。隠してなくて、前だけそのタオルをね、まあ、濡れたタオル貼っつけてくるわけ。で、なんかいろいろ、なんかあれはすごいなぁと思ったんだけど、またさらにすごいのは、その女の人の友達とかがね、あ、なんとかさんね、恥ずかしいからって隠してるとかって言って、そのタオル取っちゃえとかって取っちゃって投げちゃった。で、俺それ見てて、すごい人たちだなと。なんなんだこの人たちはっていうね、思い出があって、いやー、なんか旅ってインパクトだよね。本当に。そのね、俺未だにその光景はね、未だに思い出せるからね。だからさ、結構ほらみんな旅って言うとさ、美味しいもん食べたいとか、なんかいい景色見たい。まあそれは、それで素晴らしいと思うよ。でも、結構思い出に残ってるのってね、結構そういうくだらない旅だと思うよっていう話で、以上です。実にくだらない話。じゃあ次の話ね。あのね、これはね、結構ひとりさんの話で有名な話があるんだけど、
なんかね、ひとりさんよく本とかでも公言してるからみんな知ってる話だと思うんだけどね、俺は彼女40人みたいな話があるのね。で、その話はね、いや別に賛否両論あるわけよ。なんかね、それだけは納得できませんとか、なんか、なんかそれはどうなんですかっていうのは結構ある。じゃあわかる。なんか結構俺もいろいろ回ってると、いや、それはね、ひとりさんいいこと言ってるけど、どうしてもそれだけはね、なんかちょっとどうかなみたいなのがあって、まあそれは気持ちはわかるのよ。で、ただね、これちゃんと理由があってっていうか別にただ理由、ただ女好きなんですよ。ちゃんと、じゃなくて、ね、なんでそういうこと言ってるかっていうと、さっきも言ったけどさ、精神論っていうと、ちょっと真面目になりがちなのよ。だからほら、なんか普通の精神論って彼女作っちゃいけませんとか、なんかね、浮気はいけませんみたいなこと言うじゃん。そうだけど、ひとりさん的にはね、そういうのもね、本当に自由でいいよっていうのがひとりさん論だと思ってほしい。まあ別に浮気するしな、みんな自由にしてください。いやほら、それで修羅場になったとか言われても困るぐらいだ。その辺は自由でいいよって。まあそれも含めてひとりさんってすごく自由にしなよっていうことなんだけど、で、その40人説の中でね、ひとりさんが絶対こういう質問が来るっていう話の答えがあるわけ。みんなもこの中で聞いてる人でね、じゃあ彼女40人だったら、変な話、その40人の彼女もそれぞれこうなんて浮気していいんですよねとか、彼氏作っていいんですよねみたいな質問絶対あるんですよ。絶対ある。だからやっぱり彼女ね、女性もそれやっていいんですよねみたいなことを言う質問結構来るのね。でそれに対してひとりさんの答えがある。でね、ってひとりさんは40人って言ってるけど、その40人をね、選ぶときにそういう節だらの女性は選びません。鼻からそういう人は選ばないんですよ。ね、むちゃくちゃな。しかもね、節だらなのは俺一人でいいんだってわけ。そう、だから、それがひとりさんの答え。だから、鼻から40人の中に選ばないか、そういう人。浮気しちゃうとか、もうね、全然、しりがるですみたいな人は、鼻から選びません。それが、ひとりさん論なのね。で、みんな聞いててさ、なんかスカッとするじゃん。そうだから、みんなも例えばじゃあこの中女性がね多いんだとしたら、じゃあ私は彼氏40人欲しいなって人がもしいたとしたら、そういう節だらのね人は選ばなければ。で、ちゃんとひとりさんはねすごいの。40人って聞くと、いや普通40人とかってね、そんないっぱいとかって思うけど、ひとりさん的には全然いっぱいとかじゃなくて、ものすごい厳選してるんだって。何が厳選してるかっていうと、まあ単純に日本の人口で言ったらね、まあ最低1億人はいるじゃないですか。1億人だとしたら、多分男女比率で言ったら女性は5000万人いるぐらいいるはずなのよ。で、5000万人の中の40人なんだって。わかる？だから、ものすごい厳選してるんだって。すごい5000万人ってわけいかないから、5000万人の中の40人なんだって。だから、その40人は、なんつ、節だらの人選ばないんだって。それがひとりさんの彼女40人説の質問に対するお答えなのよ。いやでも、いやこういうこと言ってればさ、なんつうひとりさん論ってなんか安心できるじゃん。別にみんなが彼氏とかで彼女をね40人作れとかいう話じゃなくて、それはほん何回も言うけど、それは自由でいいです。やっぱりさ、ね、私は一人でいいですとか、私はねこの人だけしか見えませんって人は、それはもう全然それで合ってんのよ。ただ、俺たちがそういう真面目な感じになっちゃうと、やっぱりひとりさん好きの人ってさ、やっぱりね、師匠がさ、そういう真面目な人だったら自分たちも真面目に生きなきゃって思っちゃうわけ。そう、だからひとりさんなんかいつも芸能人のね、浮気会見とか見てるじゃん。ああいうの見てすごい怒ってるからね、いつも。ふざけんな、みたいな感じで。そうだからね、今、最近もなんだっけ、なんとかりょうこちゃんがね、なんか、不倫だかなんだか、なんとかしたとかって言ってるじゃん。あとほら、なんだっけ、歌舞伎の人もね、なんかがさ、会ってどうのこうのって話があるか、ああいう話題が出るたびに、ああいう人たちみんな丸勘くればいいのよね、とか。うちなんか大歓迎どころかね、むしろ応援しちゃう。本当に。っていう話ね。まあ、この話は終わりです。以上でーす。ありがとうございます。ちゃんと真面目な話もしますからね。ちゃんと2割分。じゃあ次の話ね。そうだな、この話もね、いい話だなと思って、人生は波動ってよくひとりさんが言うじゃないですか。人生は波動。
だけど、よく皆さんで丸カンやってたりとか、なんか結構ね、こういうひとりさんの本とか読んでたりすると、波動って何ですかって質問ね、あったりとか、結構質問あったりすると思うのよ。波動って何でしょうって。で、この波動に対するまずひとりさんのお答えなんだけど、波動はなんとなくです。なんとなく。だから、まず何が言いたいかっていうと、じゃあ例えば、そうだ、この人優しそうとか、この人親切そうっていうと、なんとなくその人からにじみ出てるもんがあるのよ。だってみんなだって例えばさ、そうだな、ちょっと意地悪そうな人もなんとなくわかるじゃん。あ、なんとなくこの人意地悪そうだな、とか、なんとなくちょっとこの人そこ意地悪そうだなっていうのは、多分なんとなくわかるのよ。それが波動なの。そう、だからみんな波動ってなんか、なんてどういうエネルギーですかとか、なんかオーラみたいなもんですかって結構質問が来るんだけど、そういうなんかね、学者みたいな話いいね、俺たちは。別にどうでもよくて。それよりも、なんとなくで覚えておけばいいよ。そしたらみんなが、なんとなく親切そうとか、なんとなく意地が悪そうとかって、その、要はそれが波動なの、簡単に言うと。そう、だから、でね、こっからすごい大切な話なんだけど、人って、例えばじゃあ、まあ、この中にはいないけど、自分がもうなんつう、人の悪口ばっかり言うとか、なんか人の噂話ばっかりするみたいな人がいたとするじゃん。そうすると、なんつう、自分がそうだから必ず人もそうだと思うよ。わかる？だから、自分がすごくなんつう、人の噂話ばっかりしたりとか、ちょっとね、陰口みたいなことずーっと言ってると、なんていうかな、自分がそういうことばっかり言ってるから、必ず自分以外の人もそうだって信じるようになっちゃうの。そうすると自分はね、ほんと意地悪な人の波動になっちゃうとか、陰口ばっかり言う人の波動になっちゃうのね。そうだから、俺たちが地獄言葉使っちゃ、あんまりね、使っちゃダメだよとか、人の陰口とか言うのもね、泣き言とかもそうだよっていうのは、ずーっと自分でそうやって言ってると、必ず自分以外の人もそうだって思うようになっちゃう。そうすると世間をそういう目で見るようになっちゃうのよ。そうするとそれが自分の波動になっちゃうの。そうだから、やっぱりなんつう、地獄言葉とか使わないようになるべくだよ。あんま完璧にやろうとしちゃダメだからね。もうよくみんなさ、天国言葉とかで完璧にやろうとするの、完璧ダメ。なんかさ、例えばちょっとでも地獄言葉やったらさ、それ地獄言葉ですからとかさ、何かこう、罰ゲームみたいな勢いだ。そう、だから、完璧にやらなくていいです。やっぱり、人はさ、なんつう、ちょっと疲れちゃったりさ、なんていうん、ちょっと仕事とかでさ、嫌だとか、あと人間関係でね、ちょっとさ、うんって悩んだ時にはさ、やっぱポロッと出ちゃうじゃん。いくら自分で普段言わないようにしてても、でもそういう1回とか2回言うのは全く問題ないです。ただ、ね、ダメなのは続けることよ。何回も何回も繰り返し言ってると、それが自分の波動になっちゃうからね、本当に。愚痴泣き言を言う人の波動になっちゃうの。そうすると、本当になんつう、やっぱり周りに寄ってくる人も愚痴泣き言を言う人が多いし、そう、だから自分がね、そういう輪に入ってっちゃうんだよって話がある。だから人生は波動っていうのは、やっぱり普段使ってる言葉とかすごい大切だよねって、やっぱり言葉って言霊って言って、それが何回も繰り返し言ってると力持つようになっちゃうのよ。そう、だから普段使う言葉ってすごい大切なんだよって話。そう、でね、前すごい話があって、なんか愚痴泣き言をやめようって、人の悪口も言うのもやめようって言ったらね、一言も喋れなくなっちゃって。なんかね、ほんと何喋っていいか分かんなくなっちゃう。それぐらい普段のね、なんか会話が愚痴泣き言悪口なんだって。いや、ほんとそういう人すごく多い。で、それが日常会話になっちゃってんだよ。だから言ってても何とも思わないの。そう、でも、だってじゃあそのね、ひとりさんの話聞いて、じゃあ愚痴と泣き言と悪口やめようって言ったら、何にも喋れなくなるの。いやでも、普段がそういう人はね、最初そうだと思うよ。喋れなくなっちゃうって。でも、そこから始まるからいいんだよねって。そのね、やめようとした決心だけでいいじゃん。そうで、だんだんだよ。で、ほら、だら何回も言うけど、完璧はダメだよ。俺たち神様じゃないんだから、人間なんだから、やっぱりね、ついとかポロってしちゃうことってあんのよ。だからそういう時は、なんかそれを一言聞いて鬼の首取ったみたいにさ、地獄からですから恐ろしいこと。そう、見張ってんじゃねえで。だからね、それはやめようねって話。でも人生は波動だから、なるべく自分でね、使わないようにすればいいよ。で、なるべく天国言葉喋ろうとか、そういう風にしてれば、自分からその優しい人の波動が出るから。そう、だから人生は波動っていうのは本当になんとなくなんで、それを変にね、なんかエネルギーですかとかね、これなんかこういうな人からこういうなんか、なんとオーラみたいなのが出てるんですかって、そういうのは、別にそういうのが好きな人はそういうのやればいいじゃん。でも俺たちあんまりね、そのなんか勉強とかあんま好きじゃねえからさ、またそういうの聞いてもさ、よくわかんなく
くなっちゃうじゃん、話が。そう、だからなんとなくで覚えておけばいいよって、なんとなく親切な人だなとか、なんとなく優しそうな人だなとか、なんとなく面白い人だなとか、その程度でいいからねって話でした。以上でーす。素晴らしい。もう皆さんがね、聞き分けがものすごいんで、講演会は即ね、サクサク終了する。じゃあね、次の話で。まあ、この話も最近ちょっと し始めてるっていうか、結構いい話だなと思って、ちょっとね、必要なところにお話してる話なんですけど、よくマルカーンとかね、なんかこういう、ほら、ひとりさんが好きっていうと、結構神社が好きとか、神様が好きな人って多いじゃないですか。でね、それはいいのよ。ただ、なんていう、やっぱり神様に惚れてる人。惚れてる人って、神社とかになんて1000回とか2000回も行くのよ。もう何回も行くの、本当に。いや、別にそれはいけないって言ってるわけじゃないんだよ。それはでも、よくよく考えてると、神様に惚れてる行動だよねって話。わかる？で、これってさ、よく考えてもらいたいんだけど、なんかキャバ嬢とかホストに、なんか見つめちゃうのに、似てない？なんかさ、何回もお熱上げてさ、惚れてるんだ、みたいな感じ。いや別にそれがいけないってわけじゃない。それは楽しいと思うんだけど、ただ、なんつ、じゃあ何が言いたいかっていうと、ひとりさんは神様に惚れられてるんだって。わかる？だから、惚れてるんじゃなくて、惚れられてるんですよ。だから、なんかちょっとしたことでもね、すごく神様が応援してくれるから、すごくうまくいっちゃうの。でね、じゃあなんでこんな話してるかっていうと、別にひとりさんの自慢話をしたわけじゃない。いや、ひとりさん惚れられてるんですねっていうことじゃなくて、あのね、何が言いたいかっていうと、じゃあみんなが思う神様ってさ、なんかすごく、なんつ、まあ、なんか宇宙を滑ってるっていうか、なんかすごくアマテラス大神様とかさ、雨の皆神様とかそういうね、なんかすごく大きい神様想像しちゃう。別にそれは間違いではないんだけど、ちょっとね、ちょっとひとりさん的に言うと、ね、少し見方が違うかなっていうのがあって、いや人間ってほら神様の分け御霊って話は結構有名な話だと思うんだけど、それってどういうことかっていうと、一人一人に神様と同じものがあるんだよねって話。で、それって言い換えると一人一人が神様ってことと同じじゃん。同義語だよね。まあみんな中にはね、いやこの人はどう考えても神様には思えませんって人いると思う。それはいると思うよ。それは人間として無理ですよみたいな。あんな絶対神様じゃない。でも生きてたらやっぱり神様の分け御霊入ってるの。あなたがどう思うとね。で、だから俺たちはやっぱり生きてる人は神様の分け御霊がみんな入ってるから、一人一人が本当に神様と同じって見方をしてるんだよって。でだよ。そしたら、要は、目の前の人に惚れられる人っていうのは、その多分なんか大宇宙神みたいな、なんつう、まあ、存在がもしいるんだとしたら、まあ何回も言うけど、一人一人が神様と同じなんだから。だとしたら一人一人に惚れられる人っていうのは大きい神様も絶対惚れるっていう風になるはずなんだよねって話。だから、要は、なんて、だってみんな普通に考えてもらうけど、目の前の人に嫌われてるのに神様だけに好かれてるってないよ、絶対。そんなありえないって。ご近所様では嫌われてます。でも神様だけは好いてますってないよ。だから、要は簡単に言うとね、いや、じゃあもし自分が神様だったら、どういう人に惚れられるだろうっていう逆の考え方で見てみればいいよ。みんなだったらどういう人に惚れますか？例えば、そうだな。じゃあ女の人ここ多いよね。女の人だったらさ、なんかなんつ、容姿をけなす人がね、もうけなしてきた、もうめちゃめちゃこの人惚れるとかさ、いつもこのけなし方がたまりませんとかさ、このなんつ、けなし具合が最高ですとかって、あんまないよね。やっぱり、なんか惚れるっていうんだったら、やっぱ褒めてくれるとかさ、いつも可愛いねとか、いつも素敵ですねとか、アクセサリーね、素敵だねとかって言ってくれる人はなんか好感抱くと思うのよ。やっぱりあと、みんなだったらどう、さっきも悪口の話出たと思うけど、年中人の悪口言ってる人好きですか？どう？惚れる？そういう人に。なんかいつ会ってもね、なんか、なんつ、例えばその本人がいない時その人の陰口言うとかさ、あ、この人なんてね、裏表が素敵なんでしょうとか。あんまないよね。ないよね。そう、だから、要は、その惚れられる、もし自分が神様だったら、どういう人に惚れるかなって見てみればいい。普段からそういうの気をつけてみればいいの。そしたら、やっぱり優しい人とかさ、話聞いてくれる人とか、なんか褒めてくれる人とか、いろいろ自分で気づくと思うのよ。そう。で、
やっぱり、惚れてる人はいっぱいいるんだよ。さっきも言うけど、神社に1000回も2000回も行く人います。別にそれはいけないって言わない。ただあんまり、なんか幸せそうじゃない。そう、それは、自分がね、惚れられてるかね、惚れてるかをね、分かってないからなんだよ。だから、そっか、そしたら、神様に惚れられるっていう行動ってどういう行動なんだろうって、男女でもだよ。女性でも、例えばなんかやっぱ人の容姿をね、けなすっていうのは惚れるんかなとか、やっぱりちょっと暴言吐いたらね、惚れるのかなとか、やっぱり優しいとかね、暴力的よりかね、どっちの方がいいんだろうとかって考えたら、やっぱりなんつう、惚れるっていうのはどういうことなんだって分かりやすいと思うのよ。だからみんなは、もし自分が神様だったらってちょっと想像してみて、自分が神様だったら自分がやってる行動に惚れるかなって客観的に見られるようになったら、多分すごい分かりやすいと思うの。そう、あと、やっぱり対人的に、要はね、自分以外の人を見たときにさ、やっぱりなんつう、惚れる人っていうのは、ひとりさんが優しいしさ、絶対なんか人の悪口とか、本当に絶対言わないよ。本当に。どんな話が入ってきても、最終的にフォローしてくれるの全部ひとりさんだからね。だからみんななんかひとりさんによく思われたいみたいに思ってるかもしれないけど、誰のことも悪く思わないから、ひとりさんって。だから本当にみんなそれは安心していいよって話。そう、ただ、惚れられるかどうか自分で考えてね、そう。そう。だから、やっぱりなんていうかな、やっぱ人のことけなしたりとかさ、なんか貶めるようなこと言ったりやったりするっていうのは、やっぱり神様も惚れないよ。もっと言うと、何回も言うけど、目の前の人が一人一人が神なの。だとしたら、その目の前の人に惚れられるっていう行動は、結局は最終的にはその大きい神様も惚れるんだよっていうことを覚えておいてほしいの。そしたら、大きい神様も惚れるんだったら、何事もちょっとしたことですごくうまくいくよねって話。で、ひとりさんなんか本当に納税日本一ってすごい偉業成し遂げたじゃん。で、普通納税日本一って、で、ひとりさんがじゃあそんな努力の人なんですかって全然努力してないからね。頑張るみたいな努力はしてない、本当に。だってひとりさんが本当に、まあ、ただ、一瞬のひらめきで仕事とかできちゃうから、なんかみんなが俗に言う、なんか努力し続けるっていうことはやってないのよ。そうだけど、だからひとりさんなんか本当に一瞬で仕事が終わっちゃうから、すごいその暇を潰すためにドライブ行ってるの。そう、だからね、そういう意味で、なんつう、やっぱ神様に惚れられる人っていうのは、仕事だろうと人間関係だろうと、全部うまくいくんじゃないのかな。だから、惚れられる人ってのはどういう人なんだろうって、ちょっとこのことをね、いつも頭の念頭に置いといてほしいのよ。そしたら、なんていうかな、自分がね、その人とうまくやるとか、なんか惚れられるっていうのはどういうことなんだってのがすごくわかりやすいと思うのねって話なんだけど、どう？この話難しい？大丈夫？大丈夫？以上でーす。ねえ、嬉しいです。皆さんも惚れられる人になりましょう。惚れられる人にね、そう。はい。じゃあ次の話。もうほんとすぐ終わっちゃうね、これ。大丈夫、ちゃんとやる。ちゃんと話します。じゃあね、まあこれは本当に最近、もうね、ずっとここ1年ぐらいの定番の話ですけど、だんだん良くなる未来は明るい。で、これは、ご神言です。ご神言だから、これ覚えて帰ってください。やっぱり、だんだん良くなる未来が明るいってどういう時に使うんですかって言って、やっぱりさ、生きてたら、やっぱり、なんて、ひとりさんのこと学んでようが何してようが、ちょっと不安になっちゃう時って絶対あると思うのよ、人間だから。いや、俺だってあるよ、ほんと。って、達也さん不安になることあるんですか？それはありますよ。だって今日の晩ご飯ちゃったら、何食べられるかなとか、本当に。そう、だから、まあ、それはね、ほんと冗談を置いといて。でもやっぱり、人ってなんていうかな、いくらね、こう、いいこと学んでも、ひとりさんのこと知ってても、やっぱり不安になったり心配になったり、ちょっとトラブルになっちゃったりするとさ、やっぱり、なんつ心配事っていうか、あーとかってね、どうしようとかね、これ、なんでこんなことになっちゃったんだみたいなことあると思うのよ。でも、これも、なんつさっきも言ったように、だんだん良くなる未来は明るいってご神言だから、本当に今つ、もう本当に心配になっちゃったとか不安がね、芽生えてきたっていう時にこの御神言唱えるだけでもスーって少しずつ心配がね、消えていくのもわかるから、これは唱えてればいいし、あとやっぱ普段から唱えててすごくいいのは、なんて人ってさ、パニックになっちゃうとね、なんて、なんだっけ、御神言みたいなこともね、なんてわかんなくなっちゃうぐらい本当パニックに陥っちゃうのよ。だから普段からだんだん良くなる未来は明るいと何でもない時から言ってると、
ちょっとなんとパニックになりそうな時とか、ちょっと不安がすごく襲ってきちゃった時に、これがね、言えるっていうか、頭の中でちゃんと連呼できるようになるのよ。だから普段のその避難訓練みたいなもんだよね。そう、だってね、避難訓練だって何でもない時に、スケートした時に何でもな隠れたよとか、そう、隠れたりさ、なんかあのハンカチで口を押さえたらヘルメットかぶったりさ、なんか何もねえじゃんとか思うけど、でもあれが、万が一の時に役に立つのよ。やっぱり人って、なんつ不安になったり、とっさにね、なんかパニックになっちゃうと、そういう行動が何もできなくなっちゃうんだって。だからああいう避難訓練もそうだけど、やっぱだんだん良くなる未来は明るいっていうのは何でもない時から言ってると、すごい心配になっちゃったとか不安になっちゃったっていう時に、すごくそれがね、パッて言えるようになる。そしたら、すごい心の心配事がね、軽くなるよって話があるの。ご信号だから。だからやってみてって話ね。だから、なんてあんま難しく考えないで、とにかく言ってればいいよ。そう、あのね、あんまりこれはどうなんですか、こうなんですかとかね、どういう時にとかっていうことじゃなくて、普段からこの誤信言さえ覚えておけば、そんなに心配にならないんじゃない？あと、よくなんていうかな、ね、ひとりさんの誤信言今まで全部覚えてる人いるんだよ。いや、別にいいんだよ、別に。いいんだよ。いや、自分の好きな誤信言言えばいいよ。だけど、なんか全部言うって長くない？って、なんか。雨の港の人から始まって、なんか下手すと神器とかまで覚えてる人いるんだよ。そうでね、あ、すげえ長いじゃん。別にいけないってわけじゃない。好きなことやればいいけど、ただ、もうパッとさ、で、だんだん良くなる未来は明るいに全部含まれてるから、雨の港主様とかね、今までご神言全部含まれてますから、それは、なんと自分の好きなやつ言えばいいけど、ただ今最新のご神言は、だんだん良くなる未来は明るい。で、みんなもこれずっと言ってれば、少しずつだけど、そのなんと悩みとか不安とか心配っていうのが、少しずつなくなってくるんじゃないかな。あんま難しいこと考えないで、とにかく言ってれば大丈夫。そうね、これご神言だからねっていう話ね。まあ、神様がね、ひらめきで教えてくれたね、ご神言ですっていうことなんだけど、大丈夫？これ覚えられませんって人いる？大丈夫？難しいですみたいな。大丈夫かな？じゃあね、この話は終わりです。以上でーす。ありがとうございます。はい。じゃあ、次にお話しする話は多分最後の話になると思います。ね、今日のね、講演会のお話のメインになるんだけど、このお話ってね、ひとりさんの最新の成功法則だと思って聞いてください。で、もう俺の講演会の話自体ね、忘れちゃって、ほら、なんか忘れちゃっていいっていうか、どうせ YouTube で流すから、それはね、全然大丈夫なんだけど、ただ、今日来た人たちはこの話だけ覚えて帰ってください。忘れちゃっていいって言いながらね、覚えて帰ってください。どっちなんだよって話なんだけど、そう。あとね、いや、これは、いや、カズ社長みたいに自分で経営してますとかね、この中でお店やってますとか、あと、まあ、パートですとかね、自分は従業員で働いてますでもいいし、あと、ちょっと人間関係がっていう人もいいし、もうこれね、全部に使える成功法則だと思って、人間関係も仕事のことも、あと、なんつうかな、まあ、いろいろこう、いろんな関係があると思うんだけど、まあ、自分でお店やってる人もそうだし、全部に使える成功法則。が、これがひとりさんのちょっと今のところ究極の成功法則って言ってもいいかなっていうぐらいのお話、教えてくれたのね。で、じゃあね、教えてくださいって話になると思うんだけど、まず、自分がだよ。自分が親切な人になろうって思うこと。で、終わり。はしょりすぎでしょみたいな。あ、それで拍手出ちゃうの？それで拍手は出えだろみたいな。ええー、って見ても、あのね、いや、まず、親切な人になろうって思うと、簡単に言うと、そんな難しいことじゃないよ。親切な人になろうっていうのは、例えば、今から夏が来るけど、この夏暑くなったらさ、その道端ね、おばあさんがちょっと歩きづらそうにしてたらさ、大丈夫ですかって声かけてあげようとか、ちょっと重たい荷物持っててすごく重そうだなって思ったら声かけしてあげてね、なんか大丈夫ですかって言ってあげたりとか、言ってあげようかなと思うだけでももう親切な人じゃん。それで、何がね、言いたいかっていうと、自分が親切な人になろうって思うと、さっきもね、何回も言ってるけど、自分が親切な人になろうって思ったら、自分から親切な人の波動が出るのよ。わかる？そう、だから、自分から親切な人の波動が出るわけ。で、そしたら、なんていうのかな。簡単に言うと、自分から親切な人の波動が出るでしょ？そうすると、そう、仲良くなったり、要は、なんかすごく気の合うメンバーが必ず親切な心を持った人たちが必ず仲良しになったりとか、気が合う人になるはずなんだよ。
わかる。だから、自分が親切なのに周りが意地悪ですよ。全然ありえないから、そう、だからありえないんだよ。そう、だから、まず自分が親切な人になろうと思ったら、仲良くなったり、気の合うメンバーっていうのは必ず親切な人が仲良しになったりするのね。まあ、これ、類友の法則っていうんだけど、要は、なんていうかな、その、要はなんか、自分が親切な人の波動じゃないのにね、周りがこう、なんつうの、なんていうか、まあ、簡単に言えばさ、その、なんつうの、全然波動の合わない人とは一緒にいられないよって話。そうだから、やっぱり周りに意地悪な人ばっかりなんですって言うんだったら、ちょっと自分で考え直した方がいいかもしれない。そう、だから、まあ仲いい人がね、仲いい人が意地悪な人が多いって言うんだったら、なんかちょっと考え直した方がいいよねって、よくほら、その人を見たいんだったらね、その人と仲良くしてる友達を見た方がいいよって話がよくあるんだよね。それは、友達がね、すごく意地悪な人が多いんだとしたら、やっぱりその人も意地悪な人だったりするわけ。仲良く付き合ってる人がね。そうだから、簡単に言うと、ほら、自分から親切な人の波動になろうと思ったら、親切な人になろうと思ったら、親切な人の波動になります。で、仲良しになる人は親切な人がね、すごく多いわけ。で、また親切な人ってさ、簡単に言うと、物が頼みやすいよね。だって親切な人だもんね。だってみんなどうですかね、物頼むとき気難しい人にあえて選びますかどう、親切な人と気難しい人がいました。で、私なんかこの気難しい人に仕事回そうとかと思う思わないよねそう、だから絶対に親切な人は物が頼みやすいって特徴が絶対あるはずなんですよ。そう、仕事でも何でも。そしたら、やっぱりお願いしやすいんだから仕事でも何でもお願いしますよね。お願いするよね。そしたら、そのお願いしたことに対して感謝するの。これでもうちゃんとね、成功の輪がこう完結することになってる。なってるんですけど、あのね、続きがあります。あのね、自分はこの話聞いて、あ、そうなんだと思って、すごくね、いい話だと思うんだけど、実は相手にも求めないとダメです。わかる？だから、自分は感謝することできるよねって。じゃあ、例えば相手がね、その仕事、なんていうか、まあ仕事頼まれましたみたい、まあ頼みましたみたい、どっちでもいいけど、要は、なんていうかな、お互いにこう人間関係があったら、自分は感謝することができるけど、相手が感謝できない人っているの。要は相手側がね、相手側が自分に対して感謝できないってこと。そういう、要は感謝できない人とは付き合っちゃダメですそう。だから、簡単に言うと、なんていうかな、お互いに感謝のね、あの念がない人っていうのは付き合っちゃダメなのよ。簡単に。だから自分はすごい感謝してるのに、相手は全然感謝してくれないって。こういう人間関係は断ち切ってください。もう、ズバリ言っちゃうけど、そう。ええー、とかって思うけど、そんなこと言ったら付き合う人がいなくなっちゃいますみたいな人もいるかもしれない。極論ね。いいです、一人でいた方が。いや、それが、本当にそれぐらいね、人間関係ってそうなのよ。じゃあ、いや、中にはね、でも、いや、そうは言ってもね、身内なんですとかね、親しくね、付き合ってる人なんですって人がいるかもしれないけど、そういう人でも感謝の、お互い感謝できない人間関係はね、終わらせた方がいいよ。きついこと言ってるようだけど。一人でいた方がいいです。そう。でね、相手にもちゃんとほら感謝求めるんだよってことだから、相手にもちゃんと感謝求めないとダメなんだよって話ね。で、相手がそれでも感謝できないって言ったら関係はね、もう考え直した方がいいよ。それが、一人三流の成功の法則なの。成功の法則っていうか仕事も、だ仕事もよくよく考えてみると、これ以上の成功法則ないんだよ。だって集まってくるメンバーが親切な人。みんないい従業員さんだよね。で、そしたらお願いしやすいよね、仕事も。そしたらこれやって、あれやってってお願いします。そのことに対して感謝します。お互いに感謝を求める。で、相手にも感謝を求める。で、これで、もうこれ以上の成功法則ってないの。で、人間関係がスムーズにいくのもこれ以上の話はありません。そう、絶対に。で、じゃあ身近な人で感謝できない人ね、私は感謝できるんですけど、相手がどうしても感謝してくれませんって人がいると思うのよ。で、じゃあなんでそんな人がね、私の身近にいるんでしょうかっていうと、魂って分からせるために連れてくるんだって、光の国から。ちゃんと。感謝のことをね、分からせるために。だから身内とかに感謝できないで、結構感謝しないで結構いろいろやらかしちゃう人が多いの。そう。だから、そのことは、あ、そっか、この人は、私に分からせるためにね、感謝のことを、一緒に来た人なんだって分かれば、すごくね、パーって目の前が明るくなると思うのよ。そう、だから、たとえ身内だ、みんなね、身内だからとか、親だからとか、兄弟だからとか、親戚だからとかって言って、そっちでおかしくなっちゃうの。すぐで、またね、このフレーズもみんな絶対聞いたことあるし、言ったことあると思うよ。中にはさ、
ちょっとまあ、マルカンとかやっててもさ、って思う人間関係があったとするじゃん。これはどうなんだろうって。でも、そうするとさ、みんなすごいいい人だから、いや、あの人もいいところあるんだよとかさ、あの人もいいところあるから、ないですありませんっていうか、ダメなのよ、これやっちゃ。あのね、自分がこう、わけがわかんなくなっちゃうの。あの人もいいところあるからって無理くり納得させちゃうと、せっかくね、いいこと聞いてるのに、自分でぼやけちゃうっていうか、なんか結局、なんつ、いいとこ探しを無理くりしようみたいな感じになって、結局自分の中でモヤモヤが残ったままになって、で、結局毎回モヤモヤが残るみたいな感じになっちゃうんだよ。だから、あの人もいいところあるからダメです！金輪際このセリフはやめましょうありませんあなたにとってはね。そう、だから、あの人もいいところあるんだよじゃないです。うん、そう。もうね、全然ないぐらいに面白い。いや、中途半端にね、あの人もいいところあるから、みたいなことやっちゃうから、なんとお互い学びがいくら進まないのよ。そう、遅くなっちゃうの。それで、結局はモヤモヤしたままの人間関係がずっと続くことになっちゃうのね。だからそれは、なんつ、やっちゃダメなの。あの人もいいところあるからは。やらないでください。そう、で、でね、まあ何回も言うけどさ、あ、そんなこと言ってたらね、付き合う人がいなくなっちゃうかもって思うかもしんないけど、ただそういう人は一人でもちゃんと魂、ね、一人といた方が逆に成長できるのよ、魂って。そう、だから、そのことも覚えておいてほしいのね。そう、ね、無理くり友達とか知り合いとか作んなくていいよ。そう、本当に。あの、本当に仲良くなるメンバーなんてそんなにいないはずなんだから。あ、そんなにいないはずなんだ。いっぱい仲良くない人もいるかもしんないけど、でもやっぱり、本当になんつ仲良くなる人ってせいぜい何人かじゃない？だって、ひとりさんだって本当付き合うメンバーってほとんど限られてますよ。あんなにね、名前がほら、納税日本一とかってすごいいろんな人と付き合いがありそうじゃん。全く付き合わないからね。そう。だからでもひとりさん本当に気の合うメンバーと仲良く楽しく、行く、なんて暮らしっていうか、そういう生き方がすごくいいんだって。そう、だからあんまりそのたくさんの人とね、なんか、なんついっぱい、大勢の人とね、わーとかっていう感じじゃなくて、なんか濃いメンバーで。ただ、じゃあだからといって別に一人さんがみんなと会いたくないとかそういうことじゃないんだよ。じゃなくて、なんか一人さん的には、例えば、なんていうかな、いつも一緒にいる達也がね、例えば田園調布のみんなってすごいいい人なんだよって言うと、なんていうかな、一人さん的にはいつも一緒にいる達也がそうやって言うんだったら、なんかもう勝手に、なんつう、俺を通して仲良しになった気分になっちゃうんだって。だからみんなも勝手にひとりさんと仲良しになった気分でいいじゃん。そう。すごい。なんか、俺はさ、こうやって回ってて、ひとりさんなんか雲の上の存在にしたいとか思ってないのよ。だって別にそんなね、なんかすごい、なんか、なんか神様ですかみたいな感じじゃなくて、もっと親近感があって、なんかすごく親しみがある、感じを持ってもらえると嬉しいなって思うのね。だからほら、もちろん特別な感じはあるかもしんないけど、でもなんかみんなの中でさ、すごく親しいさ、人がなんか俺を通してなんか仲良しになった気分だったらすごく嬉しいじゃん。だからひとりさんも、俺を通してなんかすごく講演会に来てくれた人はすごくなんか親近感をこう感じてるんだと、感じてくれてるんだって。そうだからみんなさ、そういうふうに思えばさ、なんかよく会えないとさ、もうなんかひとりさんとね、会えないでしょうかとかね、会わせてくださいみたいな感じもあるけど、いや、それもわかるけど、でもなんかなんつ、いや、なんか自分の中で勝手にさ、親しみがあったらさ、会う会わないとかそこまでなんかこだわんなくても多分安心すると思うのね。だからそういう感じでいいんじゃない？で、やっぱ親近感も大切だと思うので、ひとりさんなんかほんと親近感の塊みたいな人だからね、ほんと。本当に。ねえ、またいつも一緒にいる俺がこういう感じなんだから、みんなもなんとなく想像できると思うのよ。なんかすごく、なんと選ぶってる感じもないし、なんか俺はすげえんだぞみたいなことは全くありません。そう。むしろね、すごい、なんかひとりさんの、なんつ、夢って話があってさ、なんかひとりさんってね、いや別にほら、それがね、いい悪いとかの話は別として、なんかいろいろこう、なんつ、温泉とかやっぱり旅行がすごい好きなのよ。で、その行った先々で、なんかお風呂とか入るとさ、なんかやっぱりほら先にお風呂に入ってるおじいちゃんとかお父さんがいるじゃないですか。そうすると、なんていうかひとりさんの方から結構話しかけるのよ。なんか、こんにちはとかさ、どっから来たんですかとかね、何してるんですかって。で、そうするとほら向こうはひとりさんって知らないじゃん。知らないから、
なんかほら、いろいろ話してくれるわけよ。だから、例えば自分は農業やってるとかさ、こういう仕事やってるんですよとか、ここに何十年も住んでるんですよとかっていうと、ひとりさん的にはほら、向こうがひとりさんって知らないで何でも話してくれるから、すごい話が楽しいんだって。それで、なんていうかな、やっぱりみんなほら、ひとりさんってすごい人だって思ってさ、いきなり目の前にひとりさんがいたらさ、なんかそんな話できない。別にそれがいけないってわけじゃないんだけど、ひとりさん的には、なんか、なんか相手がこう全然知らないで、なんかお風呂とかでなんか一緒になった時になんか話したり、そういう話を聞くのがすごい好きなんだって。そうだから、なんていうかな、全然ね、そういうのが、まあ、夢っていうかさ、まあ、結構ひとりさんも有名になっちゃったから、なんかね、結構、あ、ひとりさんだみたいな感じにね、なっちゃうこともあるんだけど、でもひとりさん的には、なんか全然相手が知らない人と喋るってのはすごい楽しいっていうか、楽しみの一つなんだって。だから結構ね、ひとりさんと、ね、一緒にお風呂とかね、入ったりすると、なんか真っ先に喋りかけてるのひとりさんだからね、いつも。そうで、どっから来たんですかとかね、何やってるんですかとか、いや、もちろんなんか全然ひとりさんが俺は納税日本一ですが言わないよ。そんな言った途端に多分相手が喋ってくれなくなっちゃうから。そう。だからひとりさん的には全然そんな素振りもなくて、いや、自分も東京から来たんですよとか、新小岩って知ってますかみたいな感じのことしかね、言わないよって話があって。だからそれが、なんかひとりさんの夢っていうか、なんかそういうことをね、ずっとしてたいんだって。してたいっていうか、そう、だからもちろんほら、みんなと会うのもね、なんていうか、その会いたくないとかってことじゃないんだけど、ただなんていうかな、すごくいろいろこう、もっと自由度を上げてというかさ、そういう感じでね、やりたいな、みたいな話も前ちらっと聞いたことがあってさ、という話でね、まあ一応これが最後の話になっちゃったんだけど、一応ね、今日の講演会は以上です。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。